松浦勝は日本の社会事業家。北海道中川郡美付課長の児童養護施設である社会福祉法人美付改育成園の創立者。終戦後の混乱下の北海道において多くの戦災孤児を引き取って育て、福祉事業に生涯を捧げた。夫は労働大臣、運輸大臣の松浦周太郎。旧姓は藤原。北海道中川郡と横路町出身。 帯広女子人情高等学校を卒業後、教員養成講習所を経て、小学校の教員として勤務する。その後に、さらに学業を望み、1919年に、裁縫専門学校に入学、3年後に卒業した。この時代の女性には珍しく、青春時代の大部分を学業に費やしたという、専門学校卒業後、松浦修太郎と知り合う。に、 キリスト教徒であったために強い信仰で結ばれ、1922年に結婚、ビフカ町に新居を構えた。1937年、シナ事変が勃発、ビフカ町からも妻子を残して、男子たちが出生した。カツは彼らの無事帰還を願い、一人一人に激励の手紙を送った。文面では彼らのブンを祈るとともに、相談時があれば、何でも、 自分たちに申し付けるようにと書き添えた。すさんだ戦場の兵士たちにとって、故郷からの手紙は何よりの楽しみであった。しかもこの時、松浦周太郎はすでに、微不課長出身の大儀士に就任しており、故郷の大義士夫人が丁寧な手紙で、自分たちを思ってくれたことに、兵士たちは感動し、手紙をポケットに忍ばせたり、お守りのように身につけたりした。 さらにかつは戦時下で苦しむ人々の力になるべく教会でのボランティアにも積極的に参加した。衣類の不足を知ると自分たちの着物を最低限残した上で教会に寄付をした。戦争が激しさを増す1942年、大日本婦人会美福歌支部の支部長に就任し、人々が助け合って辛い生活を乗り越えることを目指した。 1945年の終戦後、勝は夫が第二子であった関係で東京都の上野駅のガード下にいる多くの戦災孤児を目にした。カラフトらみ一つ同然で帰国してきた引上げ者たちであった。勝は行き場も明日の保証も失った子供たちを救うべく、引上げ者の子供たち8人を自宅へ引き取った。松浦家から出生した子供たちは無事に帰還しており、 戦争による被害はなかったが、自分の子供さえ、無事なら良いとは考えず、敗戦の痛手が最も大きい戦災孤児を守ることは、日本中の母の責任との考えからであった。この時点で、勝には8人の実子がいたため、一気に16人の子供の世話を強いられた。松浦家の生活も決して楽ではない中、自宅での生活に限界を感じた勝は、1ヶ月後に、 近所の会館を借りて、ビフカ国の孤寮とし、自ら寮長として、そして子供たちの親代わりとして寮に泊まり込んで生活した。また、終戦直後にはビフカ町に引き上げてきた無縁古者たちが公会堂を仮宿所として生活していたが、かつは彼らの生活の貧しさを見かね、町内の婦人たちを対象として、婦人親友会を結成。自ら会長を務め、 不幸な人々、身寄りのない人々を世話した。かつはその後も、社会情勢の悪化につれ、北海道内外の子供を引き取り続けたことで、次第に経済的に無理が生じ始めた。東北地方に位置する美福家町は11月にはね、雪になり、5月になっても雪が解けなかった。ましてや、戦後間もない物資不足の時代であり、10人以上の 子供たちの食事が毎日カボチャとジャガイモばかりというありさまだった。政府からの助成金もあったが、1日わずか48円であった。当時の保健所の野犬収容の餌代が1日50円であり、人間の助成金がそれ未満だったのである。かつは保護施設適用を目指し、旭川市の社会運動家である佐野文子らと協力の上、 戦災孤児救済団体として1948年に財団法人北海道夫人協立愛国会を発足させた。新たな事業を起こすことは男性でも容易ではなく、まして終戦直後の大混乱の最中では、なおのことであった。理事長は佐野文子であり、かつは北海道フラノ町の社会事業家である名取正らと共に常務理事を務めた。 また、勝は孤児たちの世話の傍ら、空いた時間には、近隣の市外で募金を募った。孤児院の寄付要求を断りとして追い返されることも、あったが、それでも以前からの功績と人徳、勝の活動を知る、人々の応援により、募金は4万円を超えた。その募金をもとに1949年、新たな量として、社会福祉法人備覆改育成園が誕生した。 その後も勝は募金を続け、2年後には同学園の定員を40名から60名へ増員した。勝は理事長として年齢にあった規則正しい保育指導を実施し、寮の設備に力を注ぎ続けた。その一方、松浦家では主婦として家事や育児もこなした。孤児のみならず自分の子供たちも決して愚かにはしなかった。 かつは夫に対しても大義士の妻として健康管理に心を配り、手作りの青汁を毎日飲ませるなど良い母、良い妻であり続けた。1968年には社会福祉功労で乱ンジュ法を受賞。1975年には訓四頭髄法相を受賞した。1987年、かつは85歳で没した。その後の平成期においても、 ビーフ会育成園は、東北における数少ない養護施設として2歳から18歳まで、約60名の子供たちが生活している。カツの功績を称えるべく、施設の中庭には、カツの銅像が建てられている。ありがとうございます。